今日なんで、そこにエコトスラボさん出てこないかというと、ネタ切れだそうです。はい、いいですか。はい、大丈夫です。はい、じゃあどうぞ。はい、よろしくお願いします。冒頭になる気、ハウトビアボットという話をさせていただきます。まず質問なんですけれども、まあ何かしらで、すみません、ボットを作ったことがある人、ちょっと手を挙げていただきます。まあ結構いらっしゃいますよね。はい、すみません、次の質問いきます。ボットの人います。いた数人だということで、数人の人はもう分かってる話だと思います。平田と申します。福岡から来ました、牛塾という会社から来ております。福岡で行くと大体結構遠方の方大体来るのはこういう国ですかって、イスラム国ですかみたいな話聞くと、で、別にこういう感じではございませんの、ね、でご安心ください。もう一つ、今日の話、イスラム国でボットっていうとなんかこういうイメージを持つ人はこういう人もいません。はい、で、ボットっていうのはいわゆる自動化のプログラムってやつですね。で、まあ、スラック、うち会社が使ってるんですけど、まあ、これやっぱ結構便利で、まあ、まずやっぱりこういう、なんかインテグレーションで、まあ、GitHub だったり、Redmine だったり、Nagios だったり、まあ、バックログだったり、まあ、あと GitLab だったり、こういうところで、まあ、使えるのが非常に便利ですよ。で、まあ、ボットって結構簡単に実際ができるもんで、まあ、結構みんな使ってると。で、うちの会社でも実際使ってるのが、ビッグボムブラック使って、それに温度センサーつけて温度を測るボットみたいなの使ってると。で、なんかこういう感じで、なんかいろいろみんな好き勝手に使ってると、うちの会社のなんかスラックとか結構どん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 増えていくわけですよ。なんか、まあ、昨日の LD であったの、俺の夢を乗せてくれるやつもいいって、そういうの。で、まあ、こうやって用途がどんどん多様化してくるというところなんですね。で、じゃあ、緩和教材、本題いきます。で、以前なんですけど、まあ、人がボットになってどういうことっていう話なんですけど、まあ、うちの社員がですね、なんか発言、私の発言どんどんなんか、エバーノートに記録していったんですね。で、これがなんかほっといたんですけど、数年間くらい続いて、気がついたら100個を超えていったという話がありました。で、さらにある日ですね、この情報がどうも社内情報共有ツールに移行してきたんで、なんか大体この辺からだいぶ嫌な予感をだいぶしてきたんですけれども、ある日ですね、まあ、打ち合わせ行って、まあ、ちょっと戻ってきて、スラック見てるときにですね、あ、誰か呼んでんなと思ったら、なぜかですね、なんか謎のボットがいると。ということで、ボットデビューしたという話です。で、構成こんな感じになってると、後で聞いたら、オープンシフトを使って、で、PHP 使って、インメモリデータっていうか、単なるコピペですね、という感じで使ってるということらしいです。で、これ、ボットになった結果、みんなに聞いてみたんですけど、便利って何が便利なのか、いろんなこと言われてます。という話。あと、本人いらないって言われたんですよ。だったら出社しないから給料くれよって話ですね。で、使い方なんですけど、なんかみんないろいろ使ってるらしくて、深夜作業のお供になんか一人つぶやいてるのに大丈夫かなみたいなところと、八つ当たりしてるやつもいましたね。どうしたのって言われました。で、あと水切り遊びみたいに何回か投稿して被ったらアウトってよくわからんやつがやってました。で、あと本人に言いにくいことを冒頭に言うってやつがあったんですけど、すいません、私もそのチャンネル見てるんで見えてます。で、さて、私の感想なんですけど、まあ正直すいません、一言です。まあどうしてこうなったかというところです。はい。で、まあこんな感じで、私のボットも入ったという現状でございます。で、ソースコードこちらですね。PHP でこれ49行しかないというやつですね。はい。で、49行のソースコードで、56、昨日数えた156行の語録があるということで、これ全部足してもせいで256KB で十分らしいということが分かりましたと。で、ことで、最後、ボットになる技術って何という話なんですけども、生きろとしか言いようがありません。はい、以上ありがとうございました。